はい、おはこんさつま、うしみでごわす。最近ネットで、まあなんか話題になっているサイゼリアですけども、まあ鹿児島には存在していないので、まあ熊本とかそこあたり行けば、まあ会えるんですけども、まあそういうこともあって、ミラノフードリアなどの有名なメニューは、バーチャル鹿児島に住んでいる私的には、存在しているけど、幻のメニューだと思ってるんですよね。まあ個人的というか、固有的にはですけども。まあなので、SNS で出てくるもの全てが幻だと思っているんですけども、まあ、今回はですね、そちらではなく、数年前まで、うち的には幻だと思っていたメニューが存在した、とあるファミレスの話題をやっていこうと思います。まあ今回鹿児島関係ないですけどね。今回それの話題というのが、某猫型ロボットのアニメの CM でも流れていた記憶のある包み焼きハンバーグでもおなじみのココスなんですけども、まあこちらもですね、できるまでは幻の存在だったんですけど、私的にはですね、まあちょうど4年前ですね、2018年に、まあ、鹿児島というかバーチャル大隅地方にもできた時に初めて行ったんですけども、まあその時にですね、その頼んでる人を見て、あれ本当に存在したんだとなったんでごわすよね。いやー懐かしいでごわすね、本当に。あ、ちなみにですけども、寄った時は某アニメの、映画のコラボでそれ関連のメニューを頼んでいたので、うちはですね、もう本当に食べたいと思っていたはずの包み焼きハンバーグは頼んでいないんですけどね。世界は喜びが